およそ10年間の支店勤務を経てニューヨーク駐在員に抜擢された斉藤さん。ところがウォール街でしのぎを削る機関投資家を相手に日本流のドブ板営業は全く通用しなかったといいます。当時 あのウォール街がやっぱりそのあまりにも日本と違うんで、はい、なんか衝撃を受けられたっていう話ですけど、どういうふうに違ったんでしょうかね。あの経済全体はもうご案内の通り、はい、アメリカはそのベトナム戦争が終わった直後でして、はい、もう本当にひどかったんですよ、うん、そんな時に日本はぐん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 行ってたわけですよ。それであの日本で株を売ってたような調子で、それこそジョージ・ソロスさんなんかにこの株いいよとかなんか言ったら、どん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 質問来るわけですね、はい、ほとんど答えられない。まず典型的なのは、例えばソニーさんが一番あの上場なさってたし、あの進める株なんですけど、発行株数 何株だって言われて、発行株数何の関係があるんだというぐらい、今だったらね当然一株当たりの利益はってなるから、まあね、はい、発行株数必要なんだけど、はい、全然そんな知識もない。それでこれ全然違うじゃないのと思ったんです。まず証券っていう言葉を使ってながらね、やってることが全然違う。もう私はたまたま機関投資家対象しましたから、これはもうすごいその知識をまあこれね求められるわけです。それでまあ例えば薬がいいよと大、まあ、武田製薬というとですね、そのよくアナリストはあの薬学部出てるわけですよね。それであの亀の子がねパーッと解析できる連中なんですよ。こういうのがあの薬のアナリストだし、はい、あのトヨタさんのあれを進めに行くと大体エンジニアですね、アナリスト、はい、あの工学部出て、うん、だからトヨタのエンジンの どうのこうのっていう説明になっちゃうわけですよ。うわ、その後バブルが崩壊して長く低迷から抜け出せない日本。対照的に IT バブルやリーマンショックから早々と立ち直ったアメリカとは何が違うのでしょうか。アメリカはちゃんとそういう危機からちゃんといちいち立ち上がっているわけですが、うん、日本はもはやその失われたもう30年っていうことを言われるようになりましたけれども、うんうん、日本は結局学んでないっていうことなんですか。私はね結局日本をこういうふうにしているのはあの過剰なレギュレーションと既得権益者のあまりにもセルフィッシュなね、将来とか社会全体とかいうのを考慮しない、うん、小さな細いことしかできないのに対して、アメリカっていうのはやっぱりその失敗もある。それはチャレンジする人間こそ失敗するんで、だからアメリカはもう社会の説法ですけども、もうものすごい強いゴムみたいでぐーっと縮んだらまたぐーっと伸びてね、でこのそれがずっとこう右肩上がりで社会を変えていくのに対して、日本ってのはなんか文章で法律的なあるいはルールガイダンスみたいなのを作っちゃうと、その言葉に今度はとらわれちゃって、今回 あのコロナのワクチンだってこんなに迅速にとんでもなく新技術でやったのはこれはトランプなんですね、こんなもん風邪だなんて言った おじさんがですね裏では兆円単位の予算をつけてね、もう全部何でもありだやれってやったわけですよね。でこれがこういう大量生産でこれ1年で商品化してるわけですよ。おそらくアメリカにでもですよ、いやいやそのちゃんとあの検査しなきゃいけないとか何年間かやってみなきゃいけないというのはあると思うんですよ。しかし今回は大変なんだと、国民がどんどんかかってえらいことになる、もうやっていいってこういうことあるわけですね、うん、これを日本でやるとね、もうめちゃくちゃ叩かれる。この後斉藤さんがライフワークと語る企業経営を管理監督する仕組み作りをめぐってクロッシングトーク。